嵐が訪れようとしている。大気が戦の気配で満たされる。空位となった帝国の玉座を三つの偉大なる同盟が奪い、邪悪が目覚め、姿を消していた敵が動き出す。アムリエルに破滅をもたらさんと、禁忌なる闇の陰謀に手を染める。そして死の長き手が忍び寄る。第2期582年、戦の鼓が大陸に鳴り響く。ここに我らの旅が始まる。行くぞ。あそこ。近くで見れない。上には上がれそうにないね、これね。いや、スカイリムだな。私たちを嫌うの？あなたたちの王は同盟を宣言した。なのにまだ背を向けている。ダークエルフよ、どうか誤解しないでくれ。アモルトリデに入ることはできると言った。でも宿は満室だから泊まることはできない。結局王国の公務が優先ってことさ。そんなの馬鹿げてる。長い道のりをはるばるやってきたのよ。他の宿を探しましょう。どこかこんな憎悪に満ちていない宿を。満室だって言ってんだよ。彼らは口では私たちは仲間だと言っていた。でも休息の場が必要になった時、私たちは見捨てられた。彼らは大事な仕事と言っていた。宿屋は満員だと。バカにして。私たちがノルドじゃないからよ。ああ、なるほどね。別に満室じゃないけど満室だって言ってるんだろって言ってんだね。どうなんだそれは。いいか、この集団の一員ならもう何度も説明したぞ。アモルトリデに入るのは構わないが、宿は満員だ。空き部屋はない。もちろん市長の砦にも入れないぞ。アモルトリデにどうしてそんなに多数の人がいるんだ？ジョルーン王とエボンハートパクトのリーダーたちがここで会議をしてる。ノルド、アルゴニア、ダークエルフの各代表団だけで宿屋は満員だ。なるほどね。町の向こう側にテントを用意しなきゃいけなかったほどだぞ。じゃあ実質2シーズンなんだな、これはね。何か重要な話があって会っているに違いない。
それは何とも言えないな。推測したくもない。コマンダーヤンなら何か考えがあるかもしれないが、うまく聞き出さないとダメだ。まあ王の目的が何にしろ、パクトの各リーダーを急に招集するなんてかなりの緊急事態に違いない。情報ありがとう。ちょっと違うね。仕事中の居眠り。コマンダーヤーンと話す。アモール砦とはいえ、なんか街な感じだな。で、どこ行けばいいんだっけ。こうか。誰だ。コマンダーヤン。あの怠け者のスキーマーはどこだ。殺してやる。どうした。誰かに財布でも盗まれたか。町で何が起きているんだろうか。それがお前にどんな関係がある。王と話したいのか。それなら農民たちと一緒に並ぶんだな。王が来ると聞いたら路地裏のネズミが見当ててきて愚痴を言っている。だが王はそんなものを聞きに来るのではない。それなら王は何のためにここに来たんだ。異常兵と全パクトの高官を連れていらっしゃるのだ。何か重要なことに決まっている。そんな重要なことをお前に言うとでも思っているのか。赤ん坊の時にいつもわめけばミルクがもらえたか。立ち去れ。我が衛兵を探さなければ。衛兵はいないのか。何を言っても首を突っ込んでくるんだな。ごめんね。よかろう。夕べ王子の側近とソットが飲みに行った。それ以来見ていない。おそらくそこらで気を失ってるのだろうが、今は用心するに越したことはない。じゃあソットを見つけてあげたら何のために王が来るのか教えてくれる。私はただ終わらせたいだけだ。一箇所でたくさんの者たちとそれぞれ交渉することには慣れてないからな。いいだろう。ソットを見つければ情報を流してやるかもしれない。だがそれっきりだ。なるほど。ソットを探せばいいんだな。ソット、ここか。あ、なるほど。一緒に飲みたキャンプあのメンバーを問いただすと。あの人たち発密種についてうるさいの。だからあの宿屋は嫌い。みんな酒をおごりたがるし。コメントか。ボトラササラ。ノルドたちと蜂蜜酒の飲みっぷりの話は伝説的だけど、ここにはイエッケがいる。彼は本当の英雄よ。2日間ずっと飲み続けているの。2日間よ。昨日ここでアモル砦の衛兵が飲んでいたと聞いた。衛兵のソット。それはイエッギと張り合おうとしたあの酔っ払いのバカね。全然勝負にならなかった。飲んでいたのが何であれひどいものよ。甘い蜂蜜酒というよりは濡れたカゴーテみたいに匂ったアルゴニアンの酒だったかもね。どこに行ったか知ってるか。川の方へ歩いて行ったわ。あのとんでもないアルゴニアンの飲み物をいくつか持ってね。おそらくまだそこにいるわ。今は気を失ってるか、ひどい頭痛を治そうとしてるか、どちらかよ。なるほど。川を探せばいいかな。これは目の騎士団の派遣。これ違うな。これ DLC だ。そこなしのポケットを持ってるのか。ちょうどいい時に来てくれた。シャリーちゃんごめんなさい。また今度ね。知ってる名前の人いないかな。ピルジョアの軍が攻撃を展開しながら西に勢力を広げている。石膏の報告によると東の陣地も防御を固めているという。つまりストームフィストはあなたを苦境に追い込んでいる。それはノルドの戦術だ。
ただ斧を振り回し甲高い声で叫んでいるだけでは戦いに勝てない。ダークエルフよ、口を慎みたまえ。いないか。あれ、なんでここにいるの。ナリュ、何かお手伝いできることは。枕をふわふわにしましょうか、それとも食べ物を切り分けますか。待って、見た顔ね、デシャンデ。そりゃそうだろ。何も言わないで、私が何者か知られたらまずいの。なるほど、何かの仕事中なのか、ごめん。今回の問題、分かった分かった、知らない人のふりしてる。ナリュはでも なんかあれだろ、そんな諜報活動というよりも暗殺だろ。あそこに使いじゃだろ。あ、なんかいる。これか、こういうことか。かつては悪臭のそれ液体が入っていたボトル、ソットが飲んだのはこれに違いない。ボトルの痕跡を追っていけば行方不明の衛兵にたどり着くだろう。なるほどな。てるのかな、紹介編と。ああ、そうだナリュー、君の言うことなら何でもだナリュなるほど。衛兵ソット、起きるんだ。起きたくない、寝たい、完璧にいい夢。ああナリュー、愛してるよナリュー。衛兵サットの酔いを抜いて冷まさせるってのも。ああ、そうだナリュー、君の言うことなら何でもだナリュー。ナリューにだいぶあれだな、入れ込んでるね。寝てる衛兵の軍服を履いてる。たくさんあるマットクラブの餌になるんだよ。これを持ってると何なんだ。コマンダーヤンとか、コマンダーヤンを探すか。治療。あら、まだソッドを探しているならもう大丈夫よ。ソッドとコマンダーが弊社の方に行くのを見たから、たっぷり説教されてるでしょうね。時間を無駄にしたなら謝るわ。どういうこと。ああそういうことか、なるほど。でもちょうどソッドを置いてきてしまった。彼は川べりで寝ていた。それはきっと他の衛兵の一人ね。私たちの仲間は大勢いて、蜂蜜酒を一瓶か二瓶飲んでくつろぐことで知られている。非番の時決して飲みすぎることはないの。だから実はその件については心配していないわ。見つけたのが誰なのか分かってる。聞いて、彼らのどちらにもついさっき会ったわ。それにコマンダーとは違って私昨夜は眠っていたの。あなたが川べりで酔っ払ったノルドを見つけたのを信じないというわけじゃないのよ。初めてのことじゃないんだし。ただそれがソッドのはずはないというだけ。証明できるわ。どういうことだ。コマンダーとソッドは二人とも町の西側にある兵舎に向かったわ。急げば追いつけるはず。そうしたら人飲みしてくつろげるわよ。あなた飲めそうね。誰かが入れ替わってる。西の方か。
どっちがどっちなんだ。寝てるのが外だろきっと。我慢しろと言ったはずだ。どうしていつもそうせっかちなんだ。だんだん腹が立ってきたぞ。その体を満喫しすぎているな。もちろん私の望みは、ん？何か用か。アモルトリデの衛兵の兵舎には入れない。中に入るつもりだったなら気の毒だな。衛兵に一人、衛兵に一人についてコマンダーヤーンに話す必要ある。衛兵の一人についてコマンダーヤーンに話す必要ある。指揮官は現在他の用事で忙しい。アモルトリデでの取り組みを調整している者として私が役に立てるかもしれない。何者だあなたは。私は貴族であり、アモルトリデの首長の側近を務める。私たちの大切な来賓への歓待を任されているのだ。コマンダーヤーンと話したいところを見ると、お前はジョルン王の衛兵だな。違う、ソット衛兵を探そうとしているから指揮官と一緒にいた。ああ、ソットか。実は彼はさっきまでここにいた。ちょうどもしかして彼のことを先ほど探していなかったか。ヤンは誰かが衛兵について調べていると言っていた。ソットのことを気にする者はあまりいない。指揮官と約束があった。では代わりに私が手伝うというのはどうだ。ヤンは近頃ピリピリしている。王がいることで緊張しているのかもしれない。それともこの外の者たちのせいか、何とも言えないが。だが最近の彼は様子がおかしい。彼から目を離さない方がいい。それ話したと思う。お前は手伝いたがっているから何かやることを与えよう。もし私が濡れ衣を与えたり王の衛兵を巻き込んでしまったら、アモルトリデは抱えている問題を自分で対処できないと周りに見られてしまうかもしれない。指揮官の後を追うんだ。器具が正しいのか確かめてくれ。分かった。近くの岩に隠れてヤーンを待ち伏せするんだ。なるほど。あいつに尾行されていると知られたくないだろう。もう出てきたぞ。走るんじゃない。指揮官、ずいぶん時間がかかったわね。後をつけられていると思ったんだ。うまく立ち回らねばいけないからな。バカにしないで。チャンスが一度しかないことは分かっているわ。それに内部の話によると万事順調だそうよ。結構結構、自分の役目はしっかり果たした。全ての複製はマルラの家に詰め込んだ。誰かがこそこそ嗅ぎ回らない限り問題はない。マルラの家に詰め込んだ。そのマルラの家はここなのか。で、マルラが怪しいってことね。ちょいちょい死んでる人いるんだよ。誰かやってるな。店は開いてるよ。入っていいとこなのここ。
マンダーヤーもいる。なるほどなるほど。そういうことか。ここで死んでる者たちは全員フィルジョアの手の者に入れ替わってる。よく覚えとこう。顔錬金術に関する報告書。ここにダーレンの薬が入った空きの瓶があります。霊薬が流通している今、それらの瓶は彼町から、除去した方がいいでしょう。デイドラの遺跡で見つかる錬金術のお宝は大変上等なものばかりです。幻惑魔法も毒もどちらも同様に宝庫です。我々はそれが古代アルゴニアンのワインを利用する。我々はそれが古代アルゴニアンのワインを利用する。おかしいな、日本語訳。古代アルゴニアンの習わしであることをみんなに知らせてまいりました。アルゴニアンが当初疑っていたことは認めますが、彼らでさえ最終的には参加しました。誰だって飲む言い訳が欲しいものではないでしょうか。勝ちたい死にかけて嘘ではありませんが、ノルトの一人にそれを8本飲む。川の方へとよろよろ消えていった者がいました。おそらく彼は溺れたと思われます。その霊薬は効き目があります。ただし二重に見え始めたら人々は困惑するでしょう。いかなる証拠も消さなくてはなりません。意味はお分かりですよね。私は弊社での事態に対処しています。自分が指揮官のように見てもらえる時に行ける場所は素晴らしいものですね。それからマルラと会って最終的な詳細について話し合うつもりです。ダレンは自分の任務を終えました。次は我々の番です。フィルジョアの盾。おかしな言い回しだな。関係ないことにどうしても口を出したがるのね。あ、マルラ、僕の死体に加えてやるわ。よし来いよ。遅すぎた。おいおい、ダガーホールか。俺のダークエルフの友達はセーベロスの祠が攻撃されたことにまだ腹を立てている。しかも仲間がやったようだしな。プロエノーローさん始まりだな。どこだ。あ、橋か。さっきと同じだ。大変だ。コマンダーヤーンとまた会えなかったわね。残念。コマンダーは急いでいたわ。他のみんながのんびり歩いている時でも彼は常に走っているのよ。ヤーンは死んだ。あなたが見たのは偽物だ。イエッギ重視や兵士たちと飲んでいたの？そうじゃない。ヤーンの遺体はマルラの家にある。マルラとマルラや他の人たちと一緒だ。なんですって？みんなマルラの家に？どれだけ奇妙な話なのか分かってる？見てこいよ。ついさっき話していたコマンダーが実は死んでいたっていうの？それに他の人たちがいるの？死んだ二人のマルラも含めて？フィルジャーの密偵があるモールドリエに侵入している。あ、なんか途中で切っちゃったの。実に様々な兵士の集まりね。ノルド、そんな話を聞いたらこっちが飲みたくなってくるわ。まあ情報をくれてありがとう。その告発についてはできるだけ早く調べることにする。でも諦めるつもりはないんでしょ？もちろん。よく聞いて、たとえあなたを信じたとしても、ストームフィストの密偵がアモルトリデの人たちになりすましていたとしても、たとえそうだとしても混乱を起こすわけにはいかないの。ここにはパクトの指導者たちがいるのよ。つまり人が死ぬのを放っておくと？違うわ、そうは言ってない。ただパクトの代表がいるような時に殺人だなんて大声で言いふらしてほしくないだけ。ただでさえうちの同盟は不安定なんだから。バーロップ教と話して、今言ったことを彼に伝えて。バーロップ教と話すとどうなる？彼は側近よ。この辺りで起きること全てに関わってる。
今の話を彼に伝えて、丸ごと全てね。バーロップは頭が切れるから本当でないことを祈るけど、もしその話が本当なら、彼なら混乱を起こさずに対処する方法を知っているはずよ。分かった。バーロップ卿はどこに？バーロップ卿はおそらく宿屋にいるわ。ノルドだから蜂蜜酒が好きみたいね。それに町に王様がいるとき、貴族の人たちはひときわ喉が渇くから。なるほど。私のことを信じていないんだろう。私の立場でこのことを考えてみて。町によそ者がやってきて、密偵や偽物、殺人などの奇妙なことを主張する。あなたが問題を起こそうとしているストームフィストの裏切り者じゃない確証なんてどこにあるの？マルラの家を調べてくれ。私の話が本当だと裏付けてくれる。あなたは本当に諦めないわね。そこだけは認めてあげる。分かったわ。できるだけ早く家を調べてみる。その間バーロップ卿に話しに行って、もしアモルトリで本当に密偵が潜入しているなら、何をすればいいか分かるはずよ。分かった。宿屋に行くんだな。あれがアモルトリテだ。アラッシュがいるんだ、ここに。いたいたいた、バーロップ卿。さて、狩りは成功したのか？我々の良き指揮官ヤンはどんな邪悪と戦っているのだ？まず第一に反逆罪と殺人だ。なんだと？嘘だろ。想像もつかん。何が起こったのか話してくれ。事の始まりから順にな。ストーンフィストの密偵たちだ。彼らはヤンと入れ替わり殺人を犯している。犠牲者の中にダークエルフも含まれている。声を落とすんだ。ありえない。どうやってフィルジョアの兵士たちは気づかれずに砦に侵入できたんだ？このことは他の誰かに教えたか？フロエノール兵だけだ。彼女は調査するつもりだ。フロエノールとは話さなければならない。パクトへの影響が恐ろしい。ダークエルフとノルドの者が死んだ。この情報が流れれば責任追及は暴力へと発展する。イルンスカー王子のあの短気さらとなおさらだ。何かできることあるか？ノルドのキャンプへ行ってアルバルド重視に話すんだ。彼は高潔で賢い。彼はこのことを内密にしたいはずだ。それに常識をわきまえている。この問題の対処の仕方を知っている人がいるとすれば、それはアルバルド重視だ。わかった。アルバルド重視に会えばいいんだな。ボーリー・ウォーハンマー隊長、かっこいいな。将校たちにも時々は休息が必要よ。それから宿屋も。最後に野営した場所は寒くて危険で不毛の地だった。それに蜂蜜酒も切らしていたわ。ジョルオンと一緒にここに来ているの？スカルド王がいるように見える？ここにいるのは私と蜂蜜酒よ。大量の蜂蜜酒。上は？ニールさ、伝説の書物だった。よし、じゃあハルバルト中心と話そう。あの人たち、蜂蜜酒についてうるさいの。だからあの宿屋は嫌い。みんな酒をおごりたがる。軟弱者のアルゴニアンと臆病者のダークエルフの助けを借りなくとも、ノルドは自分たちの力だけで戦いを制することができる。王子、あなたの叔父であるフィルジョアは独断でストームフィストクランとオークとの同盟を結んでいます。助力が必要なのです。
施設に謝罪し戻ってきてもらう必要があります。知ったことか。パクトなど粉々に壊してしまえ。自分たち以外の力は必要ない。ハルバルド、年を取って弱くなったな。まるで父上のようだ。この話はもう終わりにする。なるほどな。じゃじゃまだ王子は短期で困る。王とパクトの大使が要塞で会っている間、王子は自分でも会合を開くことにしたんだ。その場で例の気取り破りと自慢癖を発揮して、ダークエルフとアルゴニアンの両方を侮辱した。なるほど。バーロップ卿によって派遣されたものだ。あなたと緊急の要件を内密に話したい。好きに話すがいい。オーダ重視は私と同程度には信用できる。だが分かってもらいたい。私はこの通り厄介事はもうたくさんだし、これ以上悪い知らせはいらない。王子をなだめて施設たちを会議に呼び戻す方法を考えるので手一杯なんだ。フィルジョアの密偵がモルトリデに潜入し、何人かのノルドとダークエルフを殺害した。そんなことは聞きたくなかった。だろうね。このことについては王子の耳にも入るだろう。アルゴニアンやダークエルフの施設たちにもだ。彼らは自分自身を守らなければならない、うん、バルプ卿は王子には知らせたくないそうだ。王子がいかに短気とはいえ、秘密にしておくことはできない。彼に事態の深刻さを理解させるつもりだ。無理だろうな。だがアルゴニアンやダークエルフが聞く耳を持っているかはわからない。彼らは自分たちのキャンプに戻った時ひどく怒っていたからな。手伝えるかもしれないぞ。お前がジョルン王に派遣されてきたというのであれば行けるかもしれない。彼らが王子を許してすぐに戻ってくることはないかもしれないが、お前の話ぐらいなら聞いてもらえるだろう。彼らは我々がパクトやその連隊を評価していることを知るべきだ。彼らを喜ばせるために必要なことは何でもやってくれ。王者は何をしてアルゴニアンとダークエルを怒らせたんだ。彼がいつも何をしているかって、口を開いて言葉を吐き出すのさ。散々な物言いを山ほどして彼らを追放したんだ。彼の父親が彼に頼んだことといえば、作戦会議が開かれている間に作戦部隊の行動と戦闘計画を取りまとめることだけだったのにだ。余計なことしてくれたんだな。オーダーからのクエストまたあったでしょ。さてと、じゃあアルゴニアンとダークエルフの機嫌を、ね、取り戻すんだ。ヒントリア、どうしてこんな寒い場所で会議を開く。認めてもらいたいならモーンホールドに来て本物の貴族らしくディナーを食べろ。キャンプになんか連れ出したりするな。ジョルン王はあなたが王子の会議に戻ることを望んでいる。ジョルン王との間に確執はないが、彼の息子は愚か者だ。あいつはノルドが最も優れていると信じているんだ。厚かましくも我々の崇高なるアルマレクシアを侮辱したんだぞ。なるほど、ね、我々の助力なしでノルドがストームフィストにどれだけ対抗できるのか見てやろう。あなたを説得できる材料があるはずだ。考えさせてくれ。いや、何も思い浮かばないな。ダンマーは敬意や感謝を示さない者を助けるのはやめたんだよ。よければもう私は温かくして過ごそうと思う。これ以上必要なものがあるなら密会のナリューと話すがいい。なるほど。じゃあナリューと話すとするか。ちょっと召使いさん、何かお手伝いできることは。枕をふわふわにしましょうか、それとも食べ物を切り分けますか。待って、見た顔ね。デシャンデ、何も言わないで。私が何者か知られたらまずいの。どうして召使いのような格好をしている。工作員かと思った。誰も知らなくていいことよ。バロンは私に初めて単独の契約をよこしたわ。特別な契約なの。ターゲットはこの辺りのどこかだけど、まだ特定できていない。だから変装しているの。真っ先に選びたい服じゃないけど役に立つわ。手を貸してくれないか。ゲルズを説得して王子の元で働いてもらおうとしている。ゲルズは間抜けだし、王子は王家の間抜けね。
あの二人が集まったら、今ここで抱えているどんな問題にも役立つどころか害になるかもしれない。でもあなたはうまく頼んできた。手を貸してあげる。私の目標に近づけるかもしれないしね。何をしてくれるの？必要な時に人を信用させることができるわ。特にこの服装ならね。なるほどね、色仕掛けでね。市長は最高級のワインを弊社の中で鍵をかけて保管しているの。 2,3 本くすねて私のところに持ってきて。弊社では気をつけてね。衛兵は訪問者を嫌うから。なるほど。そこに入るには何かコツがある？友人への助言として何かないか？そんなに素敵な顔を隠すのは嫌だけど、変装しないといけないわ。衛兵の制服にね。持ってる。少し前に間抜けな一人が川で水浴びをしているのを見たわ。うん。そいつがまたいれば鎧を拝借できるかもしれないわね。拝借しちゃったな。なるほどね。中に入ったら何かコツは？友人への助言として何かないか聞いたな。友達のために何でも言ってあげるわ。衛兵の一人は大の猫嫌いなの。なるほど。前にその建物に猫が駆け込んだのを見たんだけど、その衛兵が1時間追い回していたわ。猫を連れて行きなさい。役に立つことがわかるわよ。猫の群れがアルゴニアンの後ろをついて歩いているのを見た。そこで試してみて。なるほど、わかった。さてと、じゃあ変装しますかね。アモル砦の衛兵の変装。いいね、顔も隠れる。で、どこだ？これシャリちゃんだ。猫の群れ。いた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 、いっぱい猫を取る。はい、取った。アルゴニアまだ順を追ってやろうかな。それで、あ、そうか、ナンバーのワインを買ったこと。そんなに潜入。猫を使う。猫はもう勘弁してくれ。猫。猫嫌いなんだね。よし、今のうちにもらっちゃうよ。玉のワイン一本目。どうやるのこれ。猫はもう勘弁してくれ。なるほど。猫は嫌いだ。体が痒くなる。いけたいけた。今のうちだ。猫はダメだけど、狼はいいんだね。なんで壊したの？なんで壊したの？あ、これを見に行こうさせてたのね。治ったよ。さっき壊したばっかりの巨悪箱治ったよ。あ、治したのか。三本ブーツのハルドリック軍曹か。もう一回じゃあ壊すかな。壊れたよ、軍曹。難しいな。よしな。
をナリュウに渡せばいい。あなたがいない間にあのバカが私に何を取りに行かせたかわかる？別のテントの食べ物よ。自分の足で行く気はなかったよね。でも食べ物は取ってきた。特別なベリーを添えてあげたから胃は喜ぶでしょうね。欲しがってたワインだ。頼りになると思っていたわ。信頼できるのは素晴らしいことね。これはきっと美味しいわね。あそこで吠えている犬から注文を取ることももうちょっとだけ耐えられる。仕事はそれで十分に済ませられるはずよ。仕事って？ゲルズを上機嫌にさせるのよ。そうすれば私はたった今飲んだものに毒が入っていたと彼に信じ込ませられるわ。なるほど。運のいいことに私が解毒剤を持っているのよ。もちろん彼は私の願いを何でも聞いてくれるでしょう。きっととても楽しいことになるわよ。そうやって彼を会議に戻すように説得するのか？もちろんよ。私が彼をどう説得するつもりだと思っていたの？もうちょっとあるだろやり方。ではお願い。そこで警戒していて。私はいろいろと経験を積んできた。アモルトリデが何かうまくいっていないことがわかる。でもだから私はここにいるのよね。そうだね。どうすればいいの？見てればいいの？ここでは成功できそうにない。これ任せてみよう。さてじゃあアルゴニアンだな。これはもういいか。速く走るもの。猫がなぜ我々のことが好きなのか分かったぞ。我々が美しくいい匂いがするからだ。ジョルン王はあなたがイルンスカ王子の会議に戻ってくることを必要としている。すまないがお前は何者だ？それにどうしてジョルン王が我々に助けを求めるんだ？王子が私の卵の親族や私のことなんてほとんど考えていないことは分かっているのに、なんでわざわざここに来るのか理解できない。王子のところに戻ってもらうようにお前を説得する方法がある。王子は我々には何の注意も払わない。ダークウォータークロッシングで私の子供に助けをよこすことを拒否したんだ。トロールが町をうろつき人々に何が起こったのか知ってるのはヒストだけだ。王子にされたことをお前にもしてやる。何もしてやるものか。これはジョルン王のためであってイルンスカ王子のためではない。ジョルン王はいい人物だ。強く賢明で大の猫嫌いらしい。我が民がストームフィストや多くの同盟から解放された時、彼は我が民に避難する場所を与えてくれた。だがそれで今の状況が変わるわけではない。イルンスカ王子が下劣な人物であることには何の変わりもないのだから。イルンスカ王子の会議に戻ってきてくれるのならお前の民を助けよう。ダークウォーターを助けるには遅すぎる。だが我々の名誉を回復するには遅くはない。取引をしよう。我々が冬に行くものと呼ぶ巨大なトロールの長を倒し私の元に持ってくればイルンスカーの会議に戻ることを考えよう。なるほどね。じゃあそいつをやってくればいいんだな。簡単な話だ。ここか。そんなとこない。よしじゃあ行こう。結構止まりさせられるな。あれは確かセット装備を作る場所だね。
ダークウォータークロッシング。スカイリムでいうところの最初にね、あのオープニングであの首切られそうになるはずなんだけど、ストームクローグが捕まったのがこのダークウォータークロッシングとされてますね、確か。お、さっきの人だね。3回手伝いいるかな。必要なさそう。さてと、この辺りにいるぞ。ロガンガーブリットルブレード、いたな。これでも普通のトロールだ、あいつか。なるほど。造作もない。ん？どっちだ？ここ渡れないのかな、この川。あ、行けるじゃない。あれ、別にここでも今通ってきたかもしれない。ここじゃない、ここじゃない。もっとこっち側。行けばよかったな。だいぶ近かった。で、どこに行けばいいんだ。あ、ここ違うわ。あれだ、ダークウェルフのとね、早く走るもん。あのひどい匂いはなんだ。これが冬に行く者の首だ。我が民は西からアモルトリデに来たが、町は彼らを収容できるほどの大きさがなかった。彼らはダークウォータークロッシングに住み着いた。そこにあのトロールどもがやってきて、あの傲慢な王子ができなかったことをお前はやってくれた。本当に感謝する。冬に行く者がいなくなって生き残った者たちが町を取り戻すかもしれない。そうかもしれない。それは彼らが決めることだが、少なくとも彼らはその選択肢を手にしたわけだ。ジョルン王のようにお前も誠実さを示してくれた。王子の会議に戻り、彼の言い分を聞こう。それだけの働きをお前はしてくれた。ありがとう。よし、これでいいな。ハールバールと獣士と話す。ずいぶん頑張ってるようだな、アルゴニアンに強力なトロールを。本当か？それは注目に値するな。ダークエルフとアルゴニアンを説得して王子の会議に戻ってくれることになった。イルンスカ王子と話したよ。少し横柄だったかもしれないと認めていた。特にお前の仕事ぶりについて話した時にな。これで全員やたらと侮辱し合う代わりにやるべき仕事に戻れるだろう。パクトは再び軌道に乗った。フィルジョアの密偵たちは簡単に排除できるだろう。これで唯一の心配は王のことだ。最強の戦士たちが彼の周囲で守りを固めているが、意外なことがフィルジョアを有利な立場に立たせるかもしれない。王の身が危ないというのか。話してくれたようなことをすでにストームフィストが達成してしまったとすると、砦の外側にいる者など誰も信用できない。ジョルン王は施設たちとの会議を内密に行いたがっていたようだが、何事もないだろうと楽観はしていられない。
砦にもっと兵士を送るつもりなのか。実はバーロップ卿はお前と二人で対応すると言っていた。私は王子が道を外さないよう見張らなければならないし、ストームフィストにバレてもまずい。なるほど。それに手助けなどいらないだろう。あそこへ行って王の安全を確保してくれ。分かった、様子を見てくる。我々が到着して以来門はずっと封鎖されているが、バーロップ卿が開けてくれるはずだ。ジョルン王は誰にも会合を邪魔させるなと強くおっしゃった。何を話し合っているにしろ、フィルジョアが議題の中心なのは間違いない、うん、王の護衛のためにもっと派兵した方がいいんじゃないか。ジョルン王は王自身が選んだ兵士で編成されている一個分隊に守られている。大丈夫なはずだ。用心に越したことはないが、ことを大げさにして王に恥をかかせたくはない。このことはお前とバーロップ卿に任せる。お前を信頼しているからだ。ありがとう。あ、バーロップ卿一緒に来てくれてた。砦の門に向かうべきだ。王のことを調べても問題ないが、鍵がなければ門を通ることはできないぞ。どうやってそれを手に入れるの？の目赤く見えるか。こんな開けたところに来るのは珍しいのよ。全てが目に見えて攻撃を受けやすい。今までずっと影に潜んでたから人の目を避けてたの。こういうのって意外と素敵ね。もっと日の当たるところに出てきなさいよ。可愛らしいんだから。よし、じゃあ行くか。アモル砦の中にちょっと頑張ってついてきてください。バルプ卿、ついてくるんだねすごい速さ。さあどうやって入るの。衛兵はどこだ。中じゃないのか。そうだった、彼らは死んだ。お前もじきにそうなるなあ。お前は本当に厄介なやつだよ。なるほどな。ヤーンとマルラの後を追わせたのにどういうわけか生き延びている。そして王子を妨害しようとお前を送れば、代わりにパクトを一つにまとめてくれた。まあ何かを成し遂げたいなら自分の力だけでやってくれ。動いたり叫んだりしたら舌を失う。単純明快でしょ。殺さないでくれ。力になれるはずだ。ジョルンはまだ生きている。私の助けがいるだろう。嘘つきを好きな人など一人もいない。ノルドなの。英雄さん、話をしましょう。どうしてバロンに説得されてイーストマーチに来ちゃったのかしら。いつも助けられるね、お前には。何か良くないことが起こるって言ったでしょ。あなたが罠にかかるのが心配だったから後をつけたのよ。間違ってなかったわね。ここで何が起きてるの。ここしばらくはダーレンというブレトンの幻惑師を追跡していたの。この悪人は最近モンホールドの貴族を何人か暗殺して大騒ぎを引き起こしたのよ。なるほど。彼がフィルジュアと連絡を取ったのを見つけてこの地域まで追ってきたの。彼が今どこにいるか知ってるか。知ってはいないけど彼は砦の中にいるでしょう。何があるかよくわからないけど急いだ方がいい。ダーレンはもう一歩先行しているわ。あの男はバーロップに金をちらつかせて買収したの。他に誰が彼のそばに着いたかは誰にもわからない。一緒に入るかい。私は同盟の友人たちが互いにうまくやっているか確かめないといけないの。その後あなたに会いに行くわ。私がこの忌々しいドレスを脱いで何かちょうどいい服を着てからね。どうして女性はこんなものをずっと着ているの。似合ってるよ。ありがとう事態がこんなに危険じゃなければこういう綺麗な服にもなれるかもしれないわね。そうだね。私ったら何を言ってるの。さあ行って、ジョルン王を助けて。分かった。可愛いな本当に。いるじゃないか。てかもうストームフィストはカバナントともつながってるってことだな。
負けられないぞ。ストームフィストを調べてマリオさんになる。鍵を持ってるんだろう。どうだ、まだみたい。よし、鍵を手に入れたみたいだ。敵に囲まれているのよ。邪悪なストームフィストが外にいるのか。上の階に上がった方がいい。そうすればちゃんと守ってやれる。人って時々本当にイライラするわね。どうしたの。上の階に上がった方がいい、そうすればちゃんと守ってやれるだなんて、そんなこと言う人がいる。目でも褒めてくれたらよかったのに。いたよ。よって気にしないで。彼はダーレンの手下の一人よ。でも王はここにはいないわ。いいことか悪いことかわからないけど。ここにはどうやって入ったの。窓って素晴らしいわね。誰も鍵をかけようとは思わないんだもの。冒険の途中に這いずって窓を出入りしたことがきっと何度もあるはずよ。ジョルンはどこにいる。扉が二つあるのを見つけたけど、どちらも厳重に鍵がかかってるの。王はどちらかの扉の向こうにいるはずよ。必要なのは扉の開け方を考えることね。あたりを見てこよう。その辺に落ちている鍵を見つけるなんてことはないと思うけど、わからないしね。私はここを調べてみるわ。上の階を見て何か見つからないか探してみて。わかった。ジョルン王への親愛なる友人ジョルン王へ。君の要請通り部屋の準備はできている。何か問題が起きた場合、中にいれば君も大使たちも安全だ。ただし扉の作動については説明しなくてはならない。それを開けるには特別な鍵が必要になる。私が避難室にしているにはそれなりの理由がある。部屋へは邸宅内に隠された鍵で入ることができる。以下の文章は幼少期に我々がお気に入りだった物語。王は立つからの抜粋で、鍵を見つけるために必要な手がかりはそこから全部得られる。君なら文章の意味がわかるはずだ。言っておくが、私の用心を笑わないでくれよ。軍事会議のために防犯と機密を要求したのは君なのだから。イヴァンナール市長。そして偉大な王は肩に黒いカラスを乗せたまま堂々と立ち、戦いの角笛を口元まで上げていた。その音は谷中に響き渡った。彼の軍隊は喝采し、集結の合図で雄たけびを上げた。彼らが前方に押し寄せるのを見ていたが、それは彼が見た最後の光景であった。膝をついた彼の背中から短剣が突き出て。なるほど。これだね。静かな部屋。世紀の内目が剣の血統をじっと眺める。かつて息をしていたが今や生きぬもの。もう片方は遠い地から古代の遺物、古代人たちによる石の作品の中で生を知らぬ方のものが救済と沈黙への道を開く。ちょっと見せてね。なるほど。
正気のないものがじっと見つめる。これだね。隠し部屋に入ってジョルンを。やっと助けに来たか。アモル砦での懸命な働きに感謝する。期待したほどバーロップが有能だったとは言えないが、役割は果たしただろう。私を見ろ、驚いているだろう。ノルドを率いるブレトンだ。信じられないだろう。本物のジョルンはどこだ。狙いや目的が何であろうと、私が今は本物の王だ。異議を唱える者は誰であれそのように扱われる。だが私はお前に祝辞を述べたい。お前のせいで多くの命が失われた。羨ましいものだ。あの気の毒な衛兵フロエノール、欲張りなバーロップ卿、この幻惑者が。フロエノールを殺したのか。バーロップは彼女に対処すると言っていなかったか。哀れなバーロップには様々な面があったが、嘘はつかないはずだ。それに外にいるちっぽけなダークエルフ、威勢のいいやつだな。殺しがいがありそうだ。もちろんジョルン王もな。ジョルン王が何だって。彼はフィルジョアからの贈り物を楽しんでいるところだ。赤ビリから民を救った王は自分自身の弟に殺される。だが誰一人知ることはない。いや、彼らは英雄に倒された哀れなブレトンのダーレンの死体を見つけることになるだろうよ。ああ、英雄王とは私のことだがな。ジョルン王にとって変わると思ったのか。ああ、そうだ。それが我々がここにいる理由のすべてだ。そうそう、詫びねばならないな。処理しなければならない問題がある。私の衛兵がこの邸宅を掌握したのがわかるだろう。我々を止めようとしても構わないが、それほどの運はないだろう。欲しくなかったけど、余計な敵を倒すのもうやめよう。白ディールの防衛、なんか分からんけど手に入れた。とりあえずこれを振ってスキルフルの後にしよう。我々の後を追いかけていることをダーレンから聞いていた。ストームフィストル団の最強の戦士二人相手にどう立ち回るか、お手並み拝見といこうか。よし、よくやった。だが遅すぎたな。偽りの王は死んだ。お前があいつに加わったら、フィルジョアはこの土地を支配するだろう。
け、こっか。大丈夫か、みんな。ジョルン王の呼吸が浅い。ダーレンの使った毒のせいね。怪我されたデイドラのものだわ。気の毒な王の体にどんな作用があるかはわからないけど、生き延びるとは思えない。ここで何があった？幻惑師が私たちみんなを騙したの。彼の魔法でストームフィストが信用できる人々のように見せられてしまった。多分一緒に飲んだワインに何かが入っていたんだと思う。あいつらの中に王の召使いの姿をしていた者がいた。そいつが王の食事に毒を盛ったのよ。ここにはどうやって入った？ジョルン王が病に倒れるとすぐに争いが起こったの。私たちは彼を助け出してここに立てこもったわ。なるほど。ストームフィストが襲ってきた時はもう終わりだと思った。あの女性が現れなかったら私たちはすぐに死んでいたわ。あの女性とは？彼女は身元を明かさなかったの。ストームフィストが襲ってきた時、彼女はどこからともなく現れて2本の短剣をあいつらの背中に突き立てたわ。ナリューのことか。それから彼女は助けが来ると私たちに言って走り去った。彼女は兜をかぶっていたけど、私はダークエルフだと確信してる。ナリューなのじゃ。ここにいてくれ。王のために助けを呼んでくる。私たちは大丈夫。無力じゃない。王を守ることだってできる。でも急いで。どのくらいの時間毒に耐えられるかわからない。だな。ジョルンに死なれたらパクトはバラバラになってしまう。トリビナルのご加護がありますように。王のための助けを探す。ナリュ、ここにいると思ったわ。契約をまたあなたにやってもらったのね。トングは私を試してるのかしら。でも成功は成功でしょ。大使たちをあまり怖がらせてなければいいけど。では大使を救ったんだな。あなたが隠し部屋に入った時、大使たちが上の階で息を潜めているのが聞こえたの。それからストームフィストの悪党が斧を振り回して邸宅を襲撃しようとしているのに気がついたわ。私は入ってきた道を引き返そうとしたところだったんだけど。でも英雄になることを選んだ。ええ、楽しみを独占させるわけにはいかないし。真面目に言うけど理解して。私の組織はかつて尊敬を受けていた。今では我々であるという理由で追われている。我々が表すものによってね。それを変えなければいけない。彼らには助けを呼ぶと言ったのか。あなたのことを言っていたの。まあもっと応援があっても困らないとは思っていたけど。下の階にイルンスカーと彼の衛兵がいる。戦闘が始まったらすぐに急いでやってきたわ。でもジョルン王はあまりいい状態じゃなさそう。持ちこたえられないかもしれないのよね。わからない。あれはデイドラのどこだ。ピルジョアは卑怯なことをする。もっと力になりたいけど、私は介入できる限界をもう超えてるのよ。モーホールドに戻らないといけないわ。敵対するグループに関する新たな問題があってね。でもここの人たちにはまだあなたの力が必要よ、英雄さん。もし自分が必要とされるなら。あなたはいつだって英雄でしょ。冗談よ。あなたの力が必要になったらまた会いに来るわ。本当にそうしたいのよ。でも今は行って、ジョルン王を救って。今の彼は私よりもあなたを必要としているわ。分かった。女王ナルンヒルデの亡霊がモルブンスカートリデで目撃されたそうよ。父はどこだ。味方に何をされたんだ。父に何かあったらこの手でアルゴニアンとダークエルフを皆殺しにしてやる。アルゴニアンやダークエルフじゃなかった。フィルジョア・オークセインだ。フィルジョアに追い散らされたのかもしれないが、ダークエルフもアルゴニアンも父を守るために何もしてくれなかった。それで父はどこなんだ。教えてくれ。彼は上の階にいる。ダークエルフとアルゴニアンが一人ずつ彼を守っている。衛兵、すぐに王のところに行け。お前についてだが、この件に何の関わりがある。なぜここにいるんだ。フィルジョアの工作員を私も殺そうとしたんだ。それなら手を組もう。とりあえずは父の元へ向かわなくては。どんな手段を使っても命を救わなくてはいけない。死なせてはならない。絶対にフィルジョアに勝たせてなるものか。こんな形で何か王にしてあげられることがあるはず。うん、
というわけで今回はここまでにしましょうか。ね、次回この隣にいるね、オーダー重視と話してこの続きのクエストを受けるということにきっとなるでしょうね。というわけでございまして、ちょっといいところに行こう。うん。じゃあ次回この続きの方やっていきましょう。今日はだいぶ長時間の動画になったので、多分これは2つに分かれていると思います。うん、というわけでね、まあ前回もそして今回も、長時間のご視聴ありがとうございました、次回の放送もよろしければご視聴の方、お願いいたします。今年もね、エルダースクロールズ、それとレッドデッドリテンプションかな、2が中心になると思いますんで、よろしければそちらの方、お好きな方は継続的なご視聴のお願いいたします。というわけで、お疲れ様でした。ごきげんさよなら。お疲れ様です。Scar and scrawl despite frozen toil. We tender the quorum beneath morrowing soil. We haunted the Wamasu in black marsh's glades. We three hearts had no need for blades. Then they came from the seas, folded steel in their They burned down our homes and ravaged our lands. A Kaviri brought nothing but bloodshed and lies. Our families were slain before our eyes. With three separate people, they shared a cruel joke, a choice between death. To end the oppression, all three became one. Forged by war, the Ebon hearts rose and drove the Akaviri back to the sea. When the enemies begged for the mercy they lacked, three voices as one shouted blood for the past. Story be told, no shackles can hold us, whether moonstone or gold.